みたいな感じですね。これちょっとちょん切っちゃいたいと思います。まあいろいろ派閥はあるんですけども、自分はちょん切っちゃってますね。こんな感じで、あ、これなんか地元の方まで行っちゃったな。大丈夫かな。あれ、ランダム剥がれちゃった。大丈夫。うわ、マジか。はい、ヨシです。今回はですね、MSX2 ですね。FSA1F っていうパナソニックの、MSX2 なんですけども、こちらの方以前、フロッピーディスクの方を修理するっていうので、直したんですけども、これがですね、久々にちょっと起動してみたら、キーボードの方がちょっと使えなくなってるんですね。まあ、ゲームもちゃんと立ち上がるんですけども、ここを押して、プッシュスペースキーなんで、これを押せばゲームが立ち上がるはずなんですけど、立ち上がらない状態なので、ちょっと分解して中覗いてみたいと思います。はい、原因が判明しました。という間に終わってしまったんですけども、フレキシブルケーブルを前に分解したとき、こちらですね、差し忘れていたわけじゃ多分ないと思うんですよね、これ。あとでちょっと整備しようかなと思ってフロッピーの修理したときですね、多分刺さなかったんじゃないかなと思います。というのも、MSX 時代のあたりのフレキシブルケーブルって何回も抜き差ししてると、もうこの時代に耐えられない感じになっちゃってるんですよね。なんで多分後々っていうか、後で整備するつもりで抜いたままにしてたみたいですねまあそんな感じで、まあ一応終了みたいな感じなんですけど、一応まあちょっと動作確認で、そうですね、もうキーボードフレキシブルに刺さってなかっただけなんで聞くわけですよね。でこんな感じで特に問題なく、キーボード聞きますね。で一応まあこんだけでちょっと終わっちゃうのもあれなんで、あれですね、ちょっとコンデンサーとかちょっとあれですね、ちょっと交換とかして、一通りちょっとメンテナンスですねしたいかなと思います。とりあえず、フロッピードライブ、のコンデンサーもあるんでちょっと交換してみたいと思います。2つありますね、この上に。見た感じちょっとバラして確認全部してないんですけども、多分2個しかないんじゃないかなみたいな感じですね。なんでとりあえず2個交換しちゃいたいと思います。いつも通りハンダ、新しいハンダと古いハンダを待ってて、もうすごいやっぱ MSX なんか古いんでね、ちょっとでこの辺とか結構細かいんで、いろいろ抵抗とかぐちゃぐちゃにあるんで気をつけながらちょっと温めてください。あんまり温めちゃうとね、他のやつ抵抗とか取れちゃうかもしれないんで、ちょっと気をつけながらやってください。まあ、結構あれですね、ちょっとやったんで、それで吸い取れば OK じゃないか。じゃあちょっと繰り返しやって、ゆるゆるにしていきます。はい、じゃあまあだいぶあれですね、ゆるゆるになってきたんで、ちょっと力を加えながら、まあ力を加えると温め、あ、こんな感じでですね、取れましたね。力を加えるときに必ず温めてから加えるみたいな感じですね。じゃあちょっときれいにして、あと無性化などでちょっと掃除したいと思います。じゃあ、あともう1個のコンデンサーも、同じような感じで取っちゃいます。で、コンデンサー、交換するんですけど、ここのところで、この基板のところ、こんな感じでちょっと白く二重線になってるの分かりますかね。こっちなんかもそうなんですけども、まあ、これが一応、あれですよね、マイナスっていう感じですよね。これ、コンデンサーって極性あるので、こちらの方が、あれですよね、マイナスって感じですね。であとは見分けるポイントは、この足が長い方がプラスですんで、間違えないようにですね、ちょっと設置してやります。自分なんかこんな感じで足広げて、いつもやってるんですけども、正しいかどうかは分からない。
で、こんな感じで、基板の方もしっかり温めてあげて、こんな感じですね。一体化させてあげるような感じですよね。この足の部分と。どっちかだけっていうのはちょっと無理なんで、こんな感じでやってもらえるといいかなと思います。じゃあ、あともう一個もやっちゃいます。はい、まあ一応こんな感じでできたんで、とりあえずこちらのフロッピーディスクの、メンテナンスおしまいですね。じゃあ次本体の方いきます。ですね、まあ基板のところをネジ外して外れる状態になってるんですけど、ここのところがちょっと、電池のやつですね、ところずつ繋がっちゃって、ちょっとここ、ハンダで外したいと思います。でこれなんかここの端子のところ外してちょっと鈴毛にしたかったんですけども、ちょっと外そうとしたんですけど、ちょっと外れない感じだったので、外れないってなんだかよくわからない、ちょっと硬くなってたので、まあちょっと痛めちゃうのもあれなんで、まああれですね、巣のつけた綿棒かなんかでちょっと拭き取っておしまいぐらいにしようかなと思ってます。じゃあこれで一応外れたので、外れるはずかな、ちょっと引っかかり気にしながら抜けると思います。コンデンサーは、ここにあって、ここそんなに数多くないんですよね。こうあって、でここのこの3つだけ表面実装のやつがあるので、まあこっちの普通のコンデンサーは先ほどの手順と同じ感じで交換すればいいと思うんですけど、これだけちょっとやってみますか。この3つだけ、3つだけっていうか1つやって、ちょっとあと他の2つは右に並べてちょっとやってもらうみたいな感じですね。でこれが100マイクロファラドの 6.3 ボルトですね。100マイクロファラドの 6.3 ボルトですね。でこちらが右側がマイナスみたいな感じですので、これちょっとちょん切っちゃいたいと思います。まあいろいろ派閥はあるんですけども、自分はちょん切っちゃってますね。こんな感じで、これなんか地元根元の方まで行っちゃったな。大丈夫かな。あれ、ランドが剥がれちゃった。大丈夫。うわ、マジか。一応ちょっとテスターで導通確認したら、ここのところのところが、まあ、近場のここの、あれ、どうかな。こう、こうっすね。こう、導通してるんで、ここのところのところの足の部分を使おうかなと思ってます。こちらが、たどっていくと、ここでもいいのかな。ここで OK だね。ここで OK だね。なんで、ここと、ここでちょっと、コンデンサーの足ちょっとやろうかなと思います。ちょっとこことここでやろうかと思って、ここがちょっと食いつき悪かったので、こことこっちにしようかなと思います。でコンデンサーの足が当たっちゃうと、いろいろと問題あるので、コンデンサーの足をこの絶縁のやつでちょっとあれですね、覆ってあげて、こんな感じですね、覆ってあげて、ちょっと他のところ当たらないようにしたいと思います。大体の感じでちょっと先ほどのやつを切ったので、ハンドル温めてちょっとなじませていきます。もうちょっと細い方が良かった。まあでも単なる絶縁なんでね。こんな感じでもう一本の足もやってあげてます。じゃあもうこんな感じでいいっしょ。
じゃあちょっとハンダレ止めて、完成させたいと思います。不格好だけど、まあ一緒ね。じゃああと残り2つも同じような感じでやって、あと普通のこちらの普通のラジアル式のコンデンサーは先ほどのフロッピーディスクのコンデンサーと同じような感じの容量で全部交換しちゃいたいと思います。ちょっと間違えて訂正がありまして、こちらは正しかったんですけども、こちらがこちらでしたね。こっちではなくてこちらでしたんで、ちょっとそれを直しました。じゃああと残り全部やっちゃいます。じゃああと電源の基板のところのコンデンサー交換なんですけども、まああるやつはあるけどないやつはないんで、まあないやつは諦めますこんなでっかいやつなんて持ってないんでね、100マイクロファラドの200ボルト耐圧のやつなんて普通ストックで持ってる人なんかいないんで、これはまあちょっとできない。でこの3300ファラドの10ボルトはたまたま1個、1個じゃないな、何個かあるんだけど、間違えて発注したんじゃないかと思うで一応持ってたのでこれは交換するんで、まああるやつはあるで、交換するんで、ないやつは諦めます。まあでも一応取り寄せておいて、また開ける場合があったらば交換みたいな感じです。まあ特に不具合なければ交換しないでいてもいいかなと思ってます。であとこのシールドがあるんで、ここだけはちょっとあれですね、ちょっと温めて剥がしてあげるような感じですね。ハンダ吸い取ってあげて温めながらちょっと外すみたいな感じですね。で外して同じような感じでちょっと全部交換したいと思います。はい、一応全部終わってですね、ここら辺シールドあるじゃないですか、これ、ここら辺のシールドの部分、ここら辺って熱をすごい持ってかれんすよね。なんでここら辺の部分はちょっと温度を上げてやった方がいいと思いますね。500度ぐらいとか損害で、やった方がいいかなと思います。あとは、電源部分だとコンデンサーの容量が大きいので、感電する可能性がこの辺とかね、パチンとかいっちゃうかもしれないんで、ちょっと覚悟しながらやるかあれですね、じっくり放電してから、やった方がいいかなと思います。まあ、自分なんかちょっとビリってきちゃったみたいな感じだったんですけども、まあそこら辺はちょっと気をつけてやってみてください。はい、一応全部電源も終わってですね、このでっかいやつがもう手持ちないかと思ったらありましたねちょっとあれですかね、時代が良くなって、性能が良くなったんですけど、ちょっと小さくなってますね。でこれ開けてみてみたら、開けてっていうか外してみてみたら、ここら辺とかもうあれですね、液漏れが結構してるので、まあちょっとあれですよね、早めにやっぱ全部コンデンサー交換した方がいいと思いますね。であとこちらの方なんですけども、メインボードの方ですね、メインボードの方のここの部分、ちょっと失敗して、ランドが剥がれちゃったのがあったんですけども、これなんかネットで調べてみたら、ここの盤面のところの、その銅の、なんですかね、基板、なんだところ付け根のところ、ランドのところがですね、ちょっとかなり弱いらしいんですよね。なんでかなり気をつけないと剥がれちゃうっていうので、まあペンニッパーでちょっと切るのはちょっとご法度みたいな感じだと思います。でプラス剥がれやすいっていうので、熱しても多分剥がれやすいんじゃないかなと思うので、本当に細心の注意でやらないとこんな事故が起こってしまうので、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。はい、一応ある程度組み上げたんですけども、ここのところのコンデンサの部分はちょっとカプトンテープでちょっと補強しておきましたね。ちょっと振動とかでハンドが外れちゃうといけないので、ちょっとやっておきました。あとはあれですね、カードリッジの端子なんですが、こちらとこちら2箇所あるんですけども、ここのところですね、無性タノルで全部ちょっと掃除したいと思います。こんな感じで工業用の綿棒ですね、ちょっと細いやつが、Amazon とかでも手に入るので、これで、端子のところですね、普通のあの綿棒、赤ちゃん綿棒でもこのところの隙間はちょっと入れてないので、こんな感じで一個一個ちょっと端子きちんと磨いてあげます。
でこんな感じですね。無精打の腕で、しっかりと汚れ取っていきます。一応こんな感じですね。そこそこ汚れてますね。でその後セッテンブライトっていうのを、これあれですね、硫化膜とか酸化膜を取り除くやつですね。これをこのちょっと塗ってあげてですね、ちょっと化学的な、膜ができているのをちょっと取ってあげます。これで 1,2 分ぐらい置きます。はい、一応 1,2 分経ったので、また無精エタノールですね、つけた綿棒で、もう一回掃除してあげます。同じような手順ですね。ついた、セッテンブライトをですね、しっかり取ってあげるみたいな感じですね。じゃあこれで、丁寧にちょっと取り除きます。一応まあ先に無精エタノール掃除してもやっぱ汚れ浮き上がってくるみたいですね。そこそこ汚れ取れました。じゃあラストなんですけども、ラストはこれですね、ユニクリーンですね。ユニクリーン、鉄道模型用の、線路に、やるやつですね。潤滑防錆浸透金属保護剤っていうので保護してあります。接点復活スプレーとかでもいいかなと思うんですけど、あれブシャーって散らばっちゃうんでね、自分ちょっとこっちの方を使ってますね。これだと散らばらないので、なんか無駄がないかなみたいな感じですね。これで同じような感じでちょっと保護してあげます。っていうのも汚れしっかり取っちゃうと、その汚れ自体が錆を食い詰めた場合があるんですよね。なので、全部汚れ取っちゃうと今度錆放題みたいな感じになっちゃうので、きちんとですね、油で保護してあげるみたいなのが重要だと思いますね。はい、じゃあ一応端子の方はあったんですけども、同じような感じです。こういったプリンターの端子とかも使わないと思うんですけど、あと AV とか RF の端子とかも同じような感じで磨いてあげれば、接点の方はおしまいです。あともう最後、組み上げておしまいにします。じゃあですね、全ての工程終わりましたので、ちょっとゲーム入れてちょっと確かめてみましょうか。じゃあ、一応端子も磨きましたからね、ちゃんと綺麗に。じゃあスイッチオン。あ、ちゃんと立ち上がってますね。まあもともと壊れてないんでねあれですけども、じゃあちょっとキーも効くかどうか。 OK っすね。ゲームも特に問題なく OK です下手くそ具合はあれですけども、まあとりあえず一応こんな感じでですね、MSX の方ですね、MX2 ですね、完全にレストアできました。まあ今回、基板の方ですね、コンデンサー交換なんですけども、表面実装のところでですね、足つきの方は、普通通りにやっていただければ多分基板の方が損傷するってことはないと思うんですけども、表面実装の方はですね、もしかしたら同じような感じでこの MSX の年代とかっていうのは、もしかしたらちょっと液漏れしててちょっと脆くなってて、剥がれやすくなってるかもしれないので、やる場合にはですね、細心の注意で、行っていただければなと思います。もし万が一、ランドが剥がれてしまったとしても、今回みたいにテスター当ててですね、通電する箇所を探して、やれば、元通りってわけじゃないんですけども、正常に動くようになりますんで、諦めずにですね、そこら辺はちゃんときちんとやってもらえればなと思います。はい、一応こんな感じでですね、こちらのチャンネルはですね、ゲーム機ですね、こちら中古ですとかジャンク品で買ってきたものを、メンテナンスですとか、あと今回はメンテナンスでしたね。で、壊れてたら、修理とか、もう行っております。こんな感じのチャンネルなんですけども、チャンネル登録、グッドボタンしていただきますとですね、非常に励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで、ぜひ見に来てください。ではまた。